今週もやってまいりましたカズヤチャンネル GX 生放送です。今回は NHK 党の立花さんをお迎えしてですねやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、やっとから NHK をぶっ壊す。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。やっとからね。前回の7月に出ていただきまして、はい、あれなんてまさに参院選の真っ盛りだったんですよ。真っ盛り、選挙妨害を受けたそのまま来ました、ね。はい、あ、そうですね。はい、なんか警察行ってとか、はい、あの犯人まだ牢屋に入ってますね。本当ですか。相当危ないですみたいです。はい、まだまだ裁判中みたいです。なるほど。はい、いやね、そういう中でも来ていただきました。はい、いやいや、こちらこそ。あの後もね、結構いろいろあって、なんとか一議席を、はい、ありがとうございます。もう和也さんがNHK 党になんと山本太郎さんに入れていただく。山本太郎さんもね5万票ぐらい。そう、ね、なんとね、まさか和也さんが山本太郎と書いて投票箱に投じるとは誰が思ったと。いや、正直NHK 党厳しいんじゃないかなと思ったんですよ、はい、だからここでその、はい、まあ、やっぱ0か1かで大きな違いだと思うので、はい、まあ、やっぱ 1なんとか取ってもらいたいなと。あ、ありがとうございます。いや、もうね、分かってるし、山本太郎って NHK 党の山本太郎って分かってるよ、ね、そうなの。令和新選組の山本太郎さんは全く別人、同姓同名の山本太郎さんが NHK 党から出て、まあ全国比例で出て見事に5万票取ったっていう、はい、まあ、当選はしてないですけども、はい、はい、ね、楽当選した中条清さんも4万票台、東京都知事の猪瀬さんも当選したけども多分3万票ぐらいだったかな、3万票だったかな。ガーシー出たぞ、ありがとうございます。そう考えるとね、相当山本さん頑張ってますね。頑張る。いや、もうありがたいことで、はい、あれ5万票取るとね、1票250円なので、はい、非常に大きいですね。いや、それはアピールしてましたもんね、はいはい、うん、1250万円かな、うん、はい、いや、そういうなんか選挙のなんていうかハックの仕方というか、はい、それ前回の7月の放送でもあったんですけど、はい、僕大変勉強になった記憶にあるのが、はい、社民党がいかにダメかっていうことで、だから社民党その選挙候補 の、うん、まあ、そのあと600万積んだら、はい、これが2枠になったのに、はい、そう、ありましたね。新聞でも社民党行きましたからね。そうですね、当選したんで、はい、確かにね、まあ、でもあれやっぱしぶといですね。 しぶとかったですね、うん、しぶとい。いや、でも本当ね、まあ、それはそれで、はい、うん、なんとかね、1議席1議席という、はい、でさらに参政党なんかも1議席取って、国政政党の仲間入りをしまして、そうですね、まあ、その話題ちょっと後で、はいはいはい、ちょっと触れとこうかなというふうに思うんですけども、この配信が始まる前もですね、大変ヒートアップした話が、ちょっと放送にはちょっと乗らない部分ではあるんですけど、ね、僕ちょっとびっくりしたのが、はい、本当にやっぱ電話かかってくるじゃないですか。あ、相談者の、はい、あ、はいはい、NHK の、はい、なんていうかこうちゃんと料金払えみたいな相談だったりとか、はいはいはい、いうのがこうかかってきてて、はい、あ、こういう対応なんだなっていうのに、めっちゃかかってきますよ。もちろん今もちょうど鳴ってる、今ちょうどこれ、まあ、留守番電話中にしてるんで、はい、こういう時は留守電にして折り返してるんですけど、うん、もうだから番号が登録してないので分かる通り、はい、もちろん初めての人なんですよ、ね、はい、これが1日、まあ、最近だと10件20件ぐらいかな。それでもそんなかかってきますね、うん、多い時は50件もかかってきます、ね、はい、いや、でもそれ本当に立花さんに繋がるのかなって、そう、全部登録してない番号でしょこれ、はい、うん、もうこれずっと一日でこれ取られたんですよ。この人も登録したのは、はい、この人は裁判に内容証明が NHK から来たから、はい、初めてですけど投票しました。なるほど。未契約 の、 なんとかさん、うん、なんとかさんって入れて、はい、あとはもう全部これ今日も朝からこれかかってきます。はい、すごいですね。いや、それでたまたまかかってきたのを僕ちょっとなんか隣にいたんで聞いてしまったんですけど、対応がちょっとその方に関してはお医者さんみたいな対応をされてましたよね、うん、あのね、本当にお医者さんであったりとかお母さんであったりとか友達であったりとか、まあね、ちょっとやっぱご病気、まあ、生活保護もらってますってはっきり言ってたんで、まあ、2回目、今日なんかさっきすいませんってこっちも登録してないから2回かかってるの同じか分からないですよ。さっきってどの電話だろうって感じで聞いてたら、ああ生活保護の人か、 NHK から30万円の請求来て、うん、あ、そんな無視したらいいですよ、こっちに送ってもらってもいいですし、うん、って言ったら、また同じ内容で払わなくていいんですかって来たから、うん、ちょっとご病気なんじゃないですかみたいな話で、ちょっと多分なんか抱えてるんでしょうね、まあ、またでもいつでも電話いただければ、うん、そんな長くはさすがに話はできないんですけど、うん、電話を受けてお大事にとか、うん、長い話が聞きたいんだったらコールセンター、はい、今日も9時までやってるので、うん、部下が聞きますよと。これ他の党では考えられない話ですよね。だって党首に直接陳情するなんていうのは、うん、他のだって岸田さんとか受けてくれないじゃないですか、そんなの。まあ、そうですよね。だから多分本当に能力がないとできないでしょうね、
あで実際僕たち本当にいい商品売ってるんで、はい、売ってるっていうかいい商品を、まあ、もちろん税金で引っ張ってきて皆さんに提供してるんで、うん、NHK にお金を払わないでいいですよ、うん、請求書はこちらで司法書士事務所が受け取りますよ、うん、裁判になったら全額払いますよ、生活保護の受け方教えますよ、はあ、生活保護もらってる人も電気代ガス代払わなきゃこっちで払いますよ、納付書送ってください、うん、冷蔵庫壊れて送りますよってやってるのでNHK をぶっ壊すって言いながら冷蔵庫食ってるっていう。食ってますね。今日も冷蔵庫と炊飯器と洗濯機と。はあ、うん。そのうちあれじゃないですか。ザ・ノンフィクションとか来るんじゃないですか。え、それ何ですか。ザ・ノンフィクション。あのフジテレビで昼やってる。ザ・ノンフィクション。テレビ見ないから。まあでもまあ、はい、あのねテレビ局が取材に来てくれたら全然ありがたいですけど、はい、でも本当に政治って一丁目一番地は弱者救済なので。うん、だから本当に国民の声を聞いて自分たちができることは、うん、あのやっていこうと。ただ、まあ、それをすると買収とかに当たるので、うん、僕は二度と選挙出ませんと、うん、あなるほど、本人がそれをやってしまうと、うんうん、僕党の代表やってる以上、まあ、これは買収行為に当たるって言われるのは嫌、嫌というか可能性十分あるので、はい、でもそもそ も, もうあの政治家なんてそれは大臣だったらやるけど、うんうん、もう二度とそんな議会とかおかしくて、一位参院議員とか一位衆議院議員とか、参議院とか市議会とかもだと寝ててもできる仕事なんでまあなんなら行かなくてもいい仕事なんでそうだから今そこで批判を浴びてるのが、はい、まああのね、あの参院選で当選されたガーシー議員だと思うんですけども、はい、ガーシーも行かない、行かない、水道橋博士も行かない、はい、国民は何も影響出てない、うん、これね本当に僕ね大臣を辞めるけど国会に辞めないじゃないですか、はい、今年で言えば、うん、この3週間で山際さんと葉梨さんと寺田さん、はいはい、でまだもう1人とか2人辞めそうな感じじゃないですか、はい、大臣なんならもうその勢いで岸田さんも辞めるんじゃないかそうですよね今昨日文春で叩かれてますけど、はい、で要は大臣辞めるのに国会議員辞めないっていうことをものすごい皆さんしっかり理解してほしいんですよ、うん、大臣も国会議員もすごく重要な、まあ、ある意味公務員としての仕事なわけですよね、はい、ところが大臣は辞めるけど国会に辞めないっていうのが、うん、なんかそれが普通になってるけど、うん、いやいや大臣辞めなきゃいけないやつは国会にも辞めなきゃいけないじゃん、うん、なんかその大臣辞めた段階で責任を取ったってなるのが、まあ、今の日本の政治ですよね、うん、それはだから、うん、国民の皆さんには、うん、要は国会議員は、うん、まあ、市議会議員もそうだけど、うん、いなくていいんですっていうことを教えてくれてるんですよ皆さんだ いなくていいというか、なんなんですかね、数が多すぎるというか、数が多すぎるのか、はい、でもいなくても何も困らないことを教えてくれてることに気づいてねと思うんですよ、うん、だってガーシー行かない、水道橋博士行かない、うん、困ってないでしょってなるんです。もちろんこの2人は有名だから行かない、うん、行ってないって知って、皆さん知ってるけど、そうですね、で国会 あのランプって何のためにあるのかって言ったら、はい、入り口のところのランプあるじゃないですか、はい、ボタン押したらピッ、うん、電気来ましたよっていう、来ましたって、はい、あれ別にタイムカードみたいに何時に来て何時に帰るってなってないんで、うん、とりあえずまあおるぞみたいな、役人が説明に行くためにおー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 行くみたいな感じなんですよ、はい、市議会議員もね、うん、でも行っても行かなくてもお給料一緒なんですよ、うん、なるほど。バイトとか社員は行かないとお給料減るじゃないですか、はい、だってね、社員だとしても一時休暇できたとしてもそれ長くなったら、そうそう、だからやっぱり会社クビになるっていうのは十分クビになったりとか、うん、休業、いわゆる有給休暇がなくなると傷病欠勤とか、うん、休職になって給料 20%、30% カットになるとか、うん、まあ、何よりも行かないと他の従業員に迷惑かかるでしょ、うん、はい、バイトのシフト5人で回してるとこ2人休んだら3人で他の3人に怒られるじゃないですか、うん、お前休むなよと、はい、ってなるじゃないですか。国会に休んでも、あ、今日は50人と、あ、じゃあ過半数26ね、はあ、あ、今日は43人休んで47人、じゃあ過半数24ねって、うん、ちゃんとルールで決まってるわけですよ、まあ、もちろん国会はもっと多いから、うん、衆議院って248寄るわけで、はい、248人が全員出てきて議長を引いて、うん、であとは全員出てきたら、過半数が124になるのかな、うん、で124になるけども2人休んで123、うん、10人休んだら118とかってちゃんと法律に書いてあるんですよ、うん、出てこない前提で書いてるから休みたい放題なんですよ、はあ、だからみんな寝てるんですよ。これだから今まで多分それルールとしてはあったと思うんですけど、うん、誰も指摘してこなかったというか、そうそう、だから、そして実際にやるやつがいなかったと思うんですよ。だからもうここはだから行政はね本当に休まれると困るんですよ、うん、その市長とか、はい、うん、大臣とか政務官とか、うん、こっちは行政なので、うん、毎日
その市民のためのとかいろんな仕事を具体的に回してる人ですよね、うん、はい、でこっちの政治家って言われる立法府の方はなんかイチャモンつけてるだけなんですよ、はい、イチャモンつけてこれある意味イチャモンつけてだってもっと言うと簡単に言えば辻元清美さんとかいりますかって話ですいやめちゃくちゃ属人めた C さんとかは、はい、国のために何かしてるわけじゃないじゃないですか、うん、一応政府が出してきた予算案とか法律に対して、うん、まあ、文句つけてるだけで、はい、じゃあ文句つけたからって結果変わるのかじゃ変わらないから、うん、いやそれでいうと自民党もそうですよね。だってその自民党ってやっぱ数はいますけれども、うん、じゃああの中でどれだけ仕事してるのかって言ったら、うん、ちょっと疑問があるというか、そうだから、ね、ここも、ね、結論に言ったら、うん、仕事しない方がいい中途半端な議員は邪魔をするよりも無能なやつが数を合わせた方がいい、うん、でね、これまで の, その政治の崩壊を見てると、うん、中途半端にプライドとかあるやつが議員をするわけですよ、はい、政治家国会議員するんですよね、うん、でそのそいつらは選挙で勝つことしか考えないので、はい、その政策を通そうという考え方がないんですよ、うん、だその党のトップの人っていうのは例えば僕だったらそのまさにその NHK のスクランブル化とか、はい、NHK をぶっ潰すための法律を通すためには、うん、自民党とでもくっつきたいわけですよ、うん、政策実現のために政策実現したいから、はい、でも政策実現されると、うん、選挙の争点がなくなってしまって、うん、その部下たちはやめてくれってなるわけですよ、はい、だから足を引っ張るっていう、うん、だからこのね数だけの政治家は無能な方がいいっていうところに気づきましたね